6月16日木曜日午後5時15分の日本海はほぼ無風ですが、かすかにオンなのかなオフなのかな、なんか吹いてるんですけど方向わかりませんね。ほぼ無風ですね。海にはいい感じのうねりは筋は見えますが、伸びてインサイドからシュアブレイクですね。こちら側に立つとオフショアを感じますね。さっきほぼ無風だけど風は吹いてますって言いましたが、オフショアですね。やっぱりうねりの筋がインサイドからシュアブレイクしています。おー、ゆったりとしたいい感じのうねりがインサイドブレイクしますね。気温は28度ぐらいありますね。今日は30度まで上がるかなと思ってましたけど、今の時点でそこまでは行ってないですね。あ、今気持ちのいいオフショアが背後から吹いてます。海にはかなりセット感が長めで良質なうねりは入りますが、インサイドからショアブレイクですね。明日どうですかね。